で、バックアップ電池がない時代はさ、あのバックアップ電池があるの、あの時はちょっと大変だったよね。あの一回ドラゴンクエスト4の時一回失敗したことあるよね。あのバックアップ電池が弱ってたんか知らんけど、あの消えよったんやな気に。あれはお金ないのに2回も3回も買わないといけなかった。あ、2回買ったんだ。でドラゴンクエスト5の時はどれを結婚、どれ、どの人と結婚するか選ぶ時に一回記録して、フローラとミニアと何だったかな、フローラと何だったかな、デボラと何だったか忘れてたな、と一人。でドラゴンクエスト6はハッサンは強かったなと思うけどね。あれ武道家だったもんね。まあ、ドラゴンクエスト11はもう最高傑作って昨日言ったんだけど、であんたが作ればって言われたけど、私は12はもう作れんじゃないのと思ってたんだけどね。思いつかないわ、ちゃったら、まあ、あれは最高傑作でしょね。12やったらさ、もう遊んで暮らすだけのゲームになっちゃうね。もうあの敵がいないんだからね。あ、スライムもみんな仲間みたいな感じ。はぐれメタルは逃げんでもいいしやね。もう本当にボスとかいないやつよね。12になると。多分12はもうそういうになるんじゃないね。まあ、ドラゴンクエスト12は出ないと思うんだけどな。まあ、作りようがないよね。昨日見たんだけど。11でもう完結だよなと思って見てたんだけどね。最初デルカザールから始まって、デルカザール石の村からデルカザール行って、デルカザール神殿のあでお城のあの王様がに、体が乗っ取られていたというね話だったんだけども、まああれは進めていくと、まあ話したらこうネタバレとかなっちゃうか言えんけどさ、だったよね。まあ、この世界そっくりなんだよね。ドラゴンクエストもだし、ファイナルファンタジーもそうだし、ね、この地球もそろそろ終わりじゃない。だからそれでリンクしてるよね。だから11で終わりかなと思ったんだよね。なんかセーラームーンもさよなら地球だったし、でシティハンターももう戦うの終わりだよって、サイバーリョウさんが急に老けちゃったね、設定が。あのあんま実写版にすると老けちゃうよね、やっぱね。アニメの時はかっこいいんだけどね、サイバー両手。どうして、まあ実写版でもさ、まあいいんだろうけど、まあドラゴンクエストビルダーズのねやってたしね。ビルダーズはものづくり、自分でもの作っていくけどね。まあスクエニックスったらもうドラゴンクエストとファイナルファンタジーでしょう、やっぱりね。まあ、ジュニア作れないと私見てるんだけどね。まああんたが作ればって昨日言われたけど、あの作った人が2人いなくなってるんだよね。あの辞めた人と、まあいろんな理由でいなくなった人がいるから、もう作れないしね。11でもうあれ以上のもんって作りようがないもんね。多分うちが同じ原作者だったらもう作れないわ、思いつかん。もう地球は平和になったじゃないってなって作れない。多分これからものを作るようなゲーム増えそうだな。自分で考えたり、立体的になんか考えたり、まあそういう流れのゲームになりそうだなと見てるけどね。まあシティーズスカイラインとか多分ね、自分で建物とか街づくりとか、まあ、住民の意向を聞いてこうどうか、これね難しいんだよ。住民がどんどん増えてくるってやりにくくなってくるんだよね。何の要望聞けばいいか分かんなくなってくるんだよね。ああここ飲み水が欲しくないって言われたりするしね。そうそう。でシティズスカイラインもだけど、あれはね水汲むとこに、ね、最初からね分けとかないといけないね。排水とね取水を分けとかないとね、シティズスカイラインでね飲み水がまずいよっていずれ言われるんだよ。あれもね、まあそういうゲームは